児童会は初等教育である小学校に置かれる児童による自発的、自治的な組織である。特別支援学校の小学部にも小学校に準じて置かれる。児童会は学校の全児童をもって組織され、教員の適切な指導のもとに学校生活の充実と向上のために諸問題を話し合い、協力してその解決を図る活動を行う。 発達途上にある児童を対象とする組織であるため、児童会の運営は、主に高学年の児童が行うものとされている。小学校学習指導要領の第四章特別活動に説明がされている。中学校、高等学校では、生徒会、大学では、学生自治会という。第二次世界大戦の終了に伴い、連合国軍最高司令官僧司令部による、 民主主義定着政策の一つとして、学校における生徒の自主活動が推進され、小学校、中学校、高等学校などに自治会が設けられた。なお、その後、小学校、中学校、高等学校などの自治会の活動は、学習指導要領に規定され、小学校などでは、児童会、中学校、高等学校などでは、生徒会という名称に改められた。 多くの児童会では、議事機関と執行機関が同一となっている。児童会集会、代表委員会、各種委員会などがあり、代表委員会が実質的に指導的な立場にある。以下に、児童会組織の一例を示す。児童会集会。代表委員会。生玉きっぱなし真図補修ささぐ。勝井早期企画機見解し、いび e かつ。 委員会委員委員回回回回回回委員同、会議会会会会会議、委員委員会会、自動会運営に参与する組織、校長、教頭職員会議、特別活動指導部、自動会代表委員会の顧問教諭など、昭和期の小学校ではごく一般的だったのが、自動会役員選挙である、国会、地方自治体の選挙制度とは、 どのようなものかを体感し、議会制民主主義の実態を知る後期として用いられた。年間、または全後期の役員を児童が選挙するもので、平成期には急速に廃れ、輪番制の運営委員がこれに変わるようになった。選挙を経て、主に次のような役割に任命される。無論学校により、様々である。会長の選出には、選挙や学級代表による競技、 教員推薦など様々である。下記は選挙による方法の一例である。平成期に発生し、選挙方式を駆逐して、全国的に広まったものである。権威の増長や押し付け、応援者グループ同士の反目など、選挙方式の弊害が現れ出したことを受け、自動会役員が担ってきた運営委員会の運営をチームとして行う運営委員制度に転換した。これにより、 自動会長を固定せず、行事ごとに運営委員の持ち回りとし、一人でも多くの児童に晴れ舞台を与えることが可能となった。ありがとうございます。